坂城公園にやってきております。あちらが JR 環状線の森の宮駅です。すぐ近くなのでとても便利がいいところです。それでは早速今から大阪城公園を少し散策に行ってきたいと思います。行ってきます。お堀の周りは散歩道になっております。鳥もたくさんですね。こちらに見えるのが天守閣です。ここが大阪城ホールです。イベントのあるときはこういう感じで屋台が並んでおります。そしてその奥の方には大阪城公園駅があります。あちらに水上バスの乗り場があります。こちらがホテルニューオータニです。こちらに見えるのが大阪城ホールです。今日もたくさんの人が大阪城ホールに向かっています。私が一番最初に行ってたのがここの森の宮の駅です。でここからこう入ってきまして、さっきの大阪城ホールがここにあります。そして今私が行っているのはここの現在地なんですけども、ここに青山門という門があるので、そこを入ると大阪城が見えます。大阪城公園は桜だったり季節の花が咲いているので、ぜひ皆さん一度散歩しに来てください。その時は大阪城もぜひ見て帰ってください。ありがとうございます。